はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が認めてしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信の決定にですね、ぜひ献血骨髄番組ご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、昨日のね、病院に行ってきた、その今回は歯医者のお話ですね。その歯医者のね、昨日行ってきたお話を今日はしていきます。で、昨日の動画ではね、その途中で止まってる、そのね、治療が止まってる左奥歯の虫歯の続きかなとね、お伝えしたんですけども、なんとですね、左に入れている、その左奥歯に入れているね、薬の調子がね、良かったのでですね、まあ、その薬が効いているうちは、その右奥歯の治療を開始しようということで、右奥歯の治療をすることになりました。なんとこう、自分の気持ちとは、そのイレギュラーにね、ことが進んでいこうとしてたのでね、まあ、そんなね、先生からのサプライズ発言にですね、驚きを隠せませんでしたね。そしてそのね、右奥歯の治療が始まったんですけども、その右奥歯はね、そのまあ、上の奥歯なんですけども、こう下じゃなくて上の奥歯なんですけどね、まあ、すごくね、穴がこうバッて広がっていってて、その食材が詰まってしゃあなかったんですわ。でもその食材というのはですね、そのいつもの流動食なんですけどもね、まあ、僕が自分で作ってね、自作のその流動食なんですけども、その野菜をね、1食にその300から 400g 入れて、で鶏肉の皮なしを 40g と、でお米を 100g から 150g、 ご飯ね、炊いたご飯をね、 150g までぐらいかな、を入れて、お湯、お鍋でそれを丸々入れてですね、でお湯を 500g 入れて、蓋をして、沸騰させます。でその時にはね、もう塩や砂糖やね、他の調味料といったものはね、一切使っておりません。なので何の味もない、ただの茹でたやつになっております。それもね、そのなんで味付けをしないかというのはですね、まあ、その味が濃くなってしまうと、まあ、ちょっともね、味がね、ついてるものだとね、そのまあ話せば長くなるんですけども、その白血病をして骨髄移植をして、その粘膜障害が起こってるんですね、口の中に、ね、ただれてるわけですわ。なのでちょっとした味付けでも痛いんで、実は味付けをしてないわけなんですよ。ちょっと短くまとめましたけども。でそしてそのお鍋を沸騰させてね、まあ、各食材にですね、火がしっかり通ったのを確認したら、まあ、蓋を開けて、まあ、しっかりとね、冷まします。粗熱を取るとかじゃなくて、まあ、しっかり冷ますんです。でその冷ました状態のやつに、ブレンダーでね、バーってブレンダーかけて、こっぱみじんにするわけですよ、お鍋の中で。でそのままではちょっとドロドロしすぎてるの でまたそのお水をね、 500g 入れ足して、でブレンダーをまたかけるんですね。そしたらそのドロドロ感よりも、まあ、少しザラザラした感じが残る感じに仕上がって、ちょっと飲みやすくなるんですよ。でそういう風にしないと飲みにくいので、飲みやすい状態にします。あとは言ってもですね、まあ、そのザラザラして飲みにくいんですよ、実はね。でもそのしっかりとね、ザラザラ感もね、しっかり飲んでいるので、まあ、食物繊維をこう取りこぼさないように、ね、しています。でただそのザラザラ感が歯に詰まるんですわ。しかもね、その虫歯で僕の穴はね、穴ぼこだらけなので、まあ、虫歯という虫歯ね、まあ、他にも虫歯がいっぱいあるんで、その他にもいっぱいある虫歯の穴の中に、その食物繊維とかね、その、食材の言うたら、なんで言い方悪いですけど、カスって言ったら言い方悪いですね。ほんまに細かく刻まれたね、ブレンダーで刻まれた食材がね、歯に詰まりまくってね、まあ、結構きついんですよ。でもね、このザラザラ感や多少残ってるドロドロといったね、その傷さをね、取り除いてしまったらね、まあ、それはただのですね、上澄み液になってしまいます。なのでね、その上澄み液だけやったら、その食材をしっかりと食べることができていない状態になりますので、まあ、それこそね、まあ、各食材をね、茹で汁ですわ、茹で汁だけを飲むことになりますので、まあ、それやったらね、例えばネットで売ってるやつとか、スーパーでね、売られているその残念な野菜ジュースとかね、健康ジュースとかね、あるじゃないですか、まあ、そんなと変わりないしょうもない飲み物になってしまいますので、まあね、せっかく調理してね、と言っても、まあ、調理って言ってもね、ほどそんなことしてないですけどね、まあ、体に、ね、取り込みやすくするために、まあ、調理しているというか、まあ、ブレンダーでね、コッパみじんにしてる、その意味がなくなりますよね。まあ、だからね、しっかりとね、その潰した
しさ、潰しまくったそのドロドロザラザラになった食材もね食べるようにしてるんですよ。でまあ本で思うんですけども、まあ、この僕が食べているその流動食はね、まあ、その辺に売っているそのプロテインとかねサプリメントとかっていうその例えばその意味のない勘違いしてとらわれがちのその、まあ、酵素ドリンクとか、まあ、健康的なねジュースとかあるじゃないですか、まあ、そんなんよりもほんまに体にねいいもんやなとね僕は思ってるんです。とまあねちょっとねしょっぱなから話がそれてしまいましたけども、まあそのね、まあ、ちょっともうちょっとそれるんですけども、その以前ねその動画で少しだけお話しさせてもらったその酵素ドリンクについてのお話があったんですけども、その話をもっと掘り下げてほしいとねリクエストがあったんですけども、もう少しだけお待ちください。ちょっとね自分なりにもう少しね調べてからねあの内容をまとめてねあのお伝えさせていただきますのでね。で話を戻しますね。でほんでその右奥歯なんですよ。右奥歯の治療を始めますとね、先生が言った直後にですね、まず麻酔から始まってですね、でその麻酔のおかげでですね全く痛みがなくね治療が進んでいきました。お先生がねまずねその神経見えてるから麻酔しますわって言ったんですよ。まあ、確かにね歯にね食材が詰まっても、ね、痛かったし、その歯磨きしてもねめっちゃ痛かったんですよ。そしてねまあそうなるまでね放置されがちやったんですよね。まあ今までそのねその左奥歯のこっちのね左奥歯の治療の際にもですね、まあ、一応他の歯も点検すると思うんですよ。頬がこうなってなれがこうなってなっていう風にね点検すると思うんですよ。でも点検してもスルーされてたんでしょうかね。まあそれともスルーしてもいいぐらいやったのか、まあ、それともスルーして先に左奥歯に取り掛からなあかんぐらい僕の左奥歯は重症やったんでしょうかね。まあねそれは先生に聞いてみないとわからないんですけどもね、まあ、結局後々治療せなあかんぐらいになるんやったら、まあ、ほんまにいっぺんにやってほしいってね思います。まあ、そんな感じでね治療が始まったんですけども、まだ始まってなかったかって感じなんですけどね。まあ、今回もねその先生の隣にはね、まあ、前回のその歯医者に行った時のお話にも出てきたね、まあ、緊張しまくってた研修医がね助手としてね立っていました。全く同じやつでした。全く同じ人でした。まあ、その前回のね歯医者の話の時にねそのまあドリルのあれ持ってきてって言われてたやつが、そのドリルに先端部分のセットってあるんですよ。このちっちゃい箱にいっぱいね先端部分が差し込まれてたやつがあったんですよ。あれを床にばらまいたやつですわ。今回もねその待ち合いで待ったらねその研修医ね名前を呼ばれてですね、まあ、前回同様今回もですね患者さんの確認をするね生年月日をね聞かれることはねありませんでした。ほんまはね聞かなあかんらしいんですけどね、まあ、僕以外の他の患者さんっていうのはねあの患者さんの確認のために生年月日お願いしますって聞かれてたんですよ。そして僕がヤスさんと呼ばれました。ヤスとは言わないですけど呼ばれましたで行きました。でその時にあのではこちらお願いしますって普通に言われたんですよね。まあほんまはねあのもう張り紙にも書いてあるんですよ。壁にバーンって貼ってあるんですよ。患者様確認のため本人様確認のために、生年月日名前と生年月日をあのご確認させていただくことがありますっていう紙がバーンって貼られてるんです。にもかかわらずそいつはあのそいつはっても言い方おかしいねあの怖い言い方ですけども、まあ、そいつは、聞くことをね2回連続しなかったわけですよ。まあまあしゃあないな、こいつもな緊張してるんだろうなと思いながらね、まあその時も、まあ、その日も診察台に連れて行かれて、まあ、座る前にですねお荷物はこちらの箱に入れてくださいっていう風にねしっかり言われたんですよ。まあ、それはしっかりと言えるんですよね。まあ、前回もしっかり言われました。ほんで先生の施術中が始まってから先生の施術が始まった時にですね始まってからですねこう指示を受けてた時に先生がね〇〇取ってくださいって言って、その研修医が〇〇はい、ほんで先生が「ちゃうちゃうそこの引き出しにさっき入ってたピンクのやつあったやろ、あーなるほど」って研修医が言いよったんですよ。なるほどって言ったんですよ。なるほどってこう指示を受けてる時の態度というか、ね、そのなんて選ぶ言葉ではないですよね。なるほどっていう言葉は、しかもちょっとねその場で怒られてるしね、それに対して僕はちょっとねイラッてしてしまったんですよ。まあこれぐらいの年になってしまったらねそういう子たちのね行動というのはねちょっと目につくとすごい気になってしまうもんなんですけどもね。まあそんなんもね今回の治療はねその麻酔がこっちのね麻酔が効いててね痛くなかったのかもっていうのがあるかもしれませんけども、そのまあ僕の気持ちはねその研修医の言動と行動が気になって知らなかったんですよ。ほんでねその続けて使うものを手に渡されて持たされてるのに片付けてしまって、あ、まあ使うから直さんといてってこうね言われてたりとか、
もうちょっとこっちにせんの見えへんわって言って、そのなんていうか唾液やその削りカスとかあるでしょ、僕の歯を削ってるカスとかね、そんなのを吸い込むその掃除機みたいなあの吸引器あるじゃないですか、それを口に入れてるわけですよ。それをねガッとこう動かされたりとか、もうそんなんが結構多くてね、そのまあまだ日が浅いというかね、まあ、仕事の流れを使うまではね仕方がないことなんですけどもね、まあ、こういったことっていうのはですね、そうなかなかね自分でねそうちゃんとね気づいていかないとねいけないことなのでね、まあそのようにその指導されていきながら少しずつ覚えていかなきませんからね。彼が指導されている時はね、そのまあ職種は違いますけどね、僕も過去に思い当たる節はあったので、まあいろいろね先輩に怒られました。そんなもんねすぐ思い出したんです。その子が指導されてる時はね、まあ怒られてる時ですよ。でもまあそのね僕の場合やったらそのお客さんの前で怒られたこともあります。でそれと同じシチュエーションなわけですよ。今患者さんの前で先生から、この研修がめちゃね怒られてるわけですよ。そんなんはね、まあ、あの気持ちわかるんで、その指導されてるところもね、まあ、自分が指導されてるかのようにちょっとね受け止めました。こうねなんかこう回想シーンみたいな感じで自分もこう仕事中のことを思い出したりしてね、ちょっとね反省する瞬間とかもありましたね。まあそんなこうそう構想じゃないな、そんなねあの指導とかそういう風なシチュエーションだったので、なんか自分が指導されてるかのようになってたので、ね、もう間違えて僕代わりにね入ってこう返事してしまいそうになりましたわ。まあそんな感じでね、今回の歯医者はですね、その研修医の緊張感のあるかないかわからんかのそういったことがあったせいで、その治療が気になるどころじゃなかったっていうお話でございました。まあ、結果的にはこっちの歯の治療はねちゃんと大きな穴は埋めてもらってたんですよ。埋めてもらいましたちゃんとね。だから治療はちゃんとスムーズに進んでおりますという感じでございました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。